よし、やっていきましょう。スプークアミューズメント狂気の遊園地ということで、はい。そろそろこのゲームも終盤に差し掛かってきてるのではないかと思いつつ、はい。パート数はどんくらいになってんだろうな。まあ、多分結構な数になってきてると思うけど。で、結局、これはもうそのまま、こっち進む感じでいいのかな。まあ、あとやることないもんね。とりあえずまたいつもの広場のところに、戻ればいいと思うんだけど、相変わらずミツル君だと遅いので、はい、レンコにしよう。ほんとね、もうフィールド移動に限ってだけ言えば、もうほんとレンコがダントツなんで、このスピードはマジでありがたい。ずーっとこれ、あヘイヘイヘイ見せびらかしていく。ほら、集めたぞ、お前。残りはあと一つ。来てるね、終盤。あと一個なん、どんな感じだったっけな、全く、イメージというか、あと一つ何だったっけ、全く覚えてないわ。こっからの展開全く覚えてないです。と言ってもまあ、ここまでの流れもね、ほぼほぼ覚えてなかったんで、なんだろ、やっぱ、一度プレイしたと言っても、やっぱ何年か置いてやるとね、やっぱ違った楽しみ方みたいなのができるよね。残りのスタンプもあと一つか。長かったね。多分録画時間もすごいことになってる、今。実際はもう夜中なんじゃない？暗いもんね。でもそんなこと言ってる場合じゃない。あと一つスタンプが押されれば、こっから解放されるんだろう。大丈夫さ。ここまで俺らが頑張ってこれたんだからさ。もうなんか、それはちょっとやめた方がいいかもしんない。フラグだから。そうね、私たちならできる。あ、もう終わりは目の前だ。すげえ嫌な予感してくんだけど。どうした、レンコ。やっぱ死亡フラグを立てまくってるみんなに対して物申したいことが一つ二つありそうではあるけど。どうした、レンコ。また何か思い出したのか。だから基本的に思い出す役というか、一番なんか過去のことについて近づいてるのってレンコなんだよね。5年前僕たちの他に行った女子の話なんだけどさ。アニクマ。言ってたな、あいつ。まるでなんか当事者かのようになんか、知ってる雰囲気だったけど、本当に寸前まで出てるのにこれ以上全然思い出せないんだ。僕たちその女子に会わなくちゃいけない気がするんだ。生きてんのっていうかどうやって生活してんのこの遊園地の中で。待ってよ、置いていかないで、一人にしないで、お願いだから。暗いよ、怖いよ、みんなどこへ行っちゃったの。なんで私を置いていっちゃうの。一人は嫌だよ。ここから早く出して。俺はオープニングというか、このゲームのタイトル画面が出るまでのあの一連の部分ですね。もしかしてその子って白い髪でショートの子。結構俺好みかもしんない。そう、確かレンコは一番その子と仲良くてずっとそばにいたよね。あ、そうだ、僕はその子とすごい話してた。そう言われるとそんなやついた気がするな。お前は絶対思い出してない。お前は流れでそう言ってるだけであって、お前は思い出してない。キラダメだよ、そういうの良くないよ。いや、実際いたんだよ、このいつものメンバーの中に。なんか俺も思い出した。ちょっとダメだ。男子二人ダメだ。こいつらね、思い出したふりしてるだけだよ。俺絶対思い出してねえよ。白髪ショートの女子だろ。クソ、名前が思い出せない。まあもうそんな都合よく名前は出てこねえよな。誰もいない。みんなどっか行っちゃった。嫌だ、嫌だ。夢を置いてかないで。夢か。彼女の名前は夢だ。お、急に出てくんなお前。あー、なんだろう、何かに似てる、なんかのキャラに似てる、なんかのキャラに出てくるけど特に名前は出てこないいや、なんかいろいろ似てるキャラいそうだけど出てこねえからいいや。お前だったのか、夢。うん、
おめんで許されることじゃねえよな、これな。これはちょっと、だって5年放置してたんでしょ、遊園地に。ごめんの一言で片付けられる問題じゃねえよな、これ。あれ、なんかレンコの、レンコも俺白髪なのかと思ってたんだけど、あれだよね、夢の方がなんかもっと白いよね。これ何色なの、レンコ。銀色、銀色にしてんのか。真っ白と銀色なのか、これ。すごい髪色してんな。一番やべえのアキラなんだけどな、あんな真っ赤で。なかなかカラフルな色合いしてるよな、こいつら。違うよ、レンコ。私がいけないの。あ、別になんか怒ってるわけではない。私がレンコと離れちゃったからいけなかったの。どういうことだ？それに私は一人じゃなかった。ピエロたちはクマちゃん、泣いていた私と今日まで一緒に遊んでくれた。お、まさかの育ての親か、あいつら。まさかの。だからレンコたちは何も悪くない。この先が最後のスタンプのある場所だよ。もう何でもありだな。倉庫の裏にまだ道がある。ほう、わかりました。よし、あ、そうだ、自販機あるじゃん。はい、今回なんかそんなになかったね。まあいいや、どうせ難易度変更とかでいろいろ手に入るし。セーブするわ。これさ、あれ、いない。夢は別になんか、あ、ここにもいないね。なるほど、なんかメインキャラじゃないのか。ちょっと待って、レンコで行こう。はい、セーブするわ。改めてセーブするわ。ちなみに他の場所は、はーい、ご都合主義。これはもう進むほかなくなってるね。うん、じゃあ進もっか。行きましょう。倉庫の裏、あ、本当だ、道できてる。ここだね。なにこれ。なんだこの無駄に長い廊下は。スプークアミューズメント最新部。お、あ、クマちゃん、お命ちょうだい、つかまつる。イージー特典、あざー。じゃあの、申し訳ないが、こいつはな、缶ジュースの引き換えと同時に死ぬ運命だから、かわいそうではあるけども致し方ない。とりあえずまっすぐ行ってみる。いやー、鍵が必要で、右行けなかったから、これ必然的に左行くしかないと。分かれ道。わー、この目何？キモいんだけど。あー、なるほど、迷路みたいになってんのか。うーん、やばいやばいやばい、ここはやばい。こう行って、こう行って、いや、こういう時大体ここは外れなんだよね。こう、違う、こっちだ。何もない、ダメか、意外と当たりだった。これやっぱ連呼で、あー、ちょん？これ結構レンコの操作だ、良かったっぽい。いやー、通れねー。お前、それはきついよ、なかなか。それはきついぞ。この道で合ってる？いや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 。ちょっと待って、ルート変えてみるか。でも結局ここ戻ってくんだよなー。これいけるか？あ、いける、いけるけど、これきつくね。ちょっと待って待って待って、きつい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 、これきつい、これきついわ。ああ、なかなかきついものがありますね。これイージーだからね。
ルート変えるか。これ上から行ったから、次下から行ってみよう。どっちにしろきついっすねこれ。いやなるほど、追われる形になってみないとダメか。なるほどなるほど、一方通行だから追われる形になって向こう側に行かなきゃいけない。最初のところはまあいいとして、ここはいいんだよ。ここ来て、あの白いところで一回待機だな。あ、いや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 、ごめん、ちょっと意外と範囲が狭いんだこれ。犬だ犬、え、犬だ犬、犬だ犬、犬だ犬。だからなんなんだよ、おい。だからなんなんだよ。え、これなんもないの？これなんもないの？え？犬だ犬。罠かよ。なんだったんだよ、これ。マジでなんだったんだよ。マジかよ。犬は絶対俺の味方だと思ってたのに。じゃあやっぱあそこ進まなきゃダメじゃん。これきついんだよなこれな。左行くか。きついんですよこれ。はい、来れた。地味に10回くらい死にました。塔の鍵、帰りはここにリスポーンすか。めんどくさいっすね。あぶれあぶれ、ちょちょちょ、おい、せっかく入手したらここで死ぬとかマジ勘弁だからな。あああよし、よし、よし、20回以上死にました。計20回以上死にました。7年目にして、実況7年目にしてね、俺思ったことがあります。アクション下手だわ。実況歴7年目にしてようやく気づいた、たどり着いた、その答えは、俺アクション苦手だわ。そんな答えでした。イージーでこれだからな。ハードにしたら多分一生クリアできないと思う。やばいなこれ。お、ん、さっきの白い場所から一気に雰囲気変わった場所だな。うん、何でもありだよな。俺らが向かう場所は決まってる。今夢が言う場所まで急げば問題ないだろう。せやな、セーブするわ。螺旋階段か。ちょっと走りにくいっすね。ほい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 。これは。よし。どうしよっか。さっき左だったか右行くか。特に何もなしでいい。あー、こう繋がってるくせ。あ、なんかある。メダルが入ってる。ゲッチュー。これ右下だね、多分。こっちだね。あー、はいはい、なるほど。ループしてますね、これ。
これはいつぞやの熊田くまの熊田くまのあれじゃないか。この辺から多分喋り始める。この辺から多分喋り始めるぞ。お、いや待て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 、熊田くま文字書いてる。押しちゃダメ、クマ。おしよしよしよし、ほらな、ほらな、こういうことなんだよ。待て待て待て、これもダメだ。クマだクマ、クマだクマ、これは押しちゃダメ、クマ。これは押していいんだ。じゃあこれだな、これでどう。よし、ほい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 、こう下ってんのか登ってんのかどっちだ。これ多分登ってるな。セブルワン、あーはいはい、いつものやつね。あ、長い、これ長いな。奥さんこれ長いっすね。どうした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 、いつもの。あ、あった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 、よし、よいしょ。お、なんでこの中途半端なところで集まる。しっかし広いな。うん、ここでちょっと休憩。ん、ちょっとレンコと二人で話がしたいんだけど。何急に、あらあな展開。もしかして二人で先に行っててもいいかな。ちょっとゆめちゃん怪しくない？これ本当にゆめちゃんで会ってんの？なんかいろいろ思うとこがあるんだけど。あー、まあそういった意味ではね、ただ夢自身をそれ信じられるっていう前提なんだよな。もうなんかさ、もう現ここに至るまででさ、もういろんなものに騙されてきたからさ、もはや何も信じられないんだよね、ぶっちゃけると。じゃあ一緒に行こう、レンコ。はたから見たらすごい微笑ましい光景なんだけどな。美少女が二人、何も起こらないはずはなく。あ、マジで行くの？戻れない。わかりました。行きましょう。あ、これ絶対、絶対奴ら追っかけてくるとこなのに。あ、メニューが開けない。あ、開けた。まあいいや。どうせイベントだから先に進もう。お、セーブワンちゃん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 。まあいいよ、はい。十分なくらいではもう全力ダッシュで走り切った廊下の先にあったからね、ここ。でもどうしたの？何かみんなに聞かれたくないこと？うん。レンコにだけちょっと聞きたかったことがあって。ん？じゃあ、レンコはみんなのことどう思ってる？え？大好きだよ。みつるくんは優しいし、リコちゃんは話しやすい。話しやすい。お前雑だな。お前リコの褒めるとかもうちょっとあっただろ。話しやすいってなんだよ。聞いたことない。話しやすいって。あれだな、あの顔面偏差値があまりにも低すぎた、あれ彼氏彼女に対して、友達の彼氏彼女に対して、あ、いい人そうだねっていうぐらいの、それぐらいの語彙力のなさ。もうちょっと頑張ってあげろよ。アキラも言うことは乱暴だけど頼りになる。まあなんかこのちょっと上げてさ、あれだよ、下げてあげる感じ、アキラに対してはやっぱなんかいろいろ思うとこがあるんだろうなっていう俺からの分析でした。はい。うん、大好きの他に表す言葉がないよ。嘘、そんなの嘘に決まってる。レンカは5年前のあのことを本当、あのことを本当に許しちゃうの？いや、なんでレンコも1枚噛んでんの？ずっと引っかかるんだ。何が？あー、そうだよね。そもそもの話、そんなに仲がいいんだったらなんかね、めっちゃやばい喧嘩別れでもしない限りは置いていこうとか思わないよね。うん。いや、5年前って俺ら小5だぞ。さすがに創始者は考えて行動できるだろう。うん。それやべえよな、普通で考えたら。うん、そう言われればおかしい。鮮明にとはいかなくても、さっぱり覚えていないわけがない。もしかして、俺らここにいた記憶だけ消されてきたのか？うん。5年前置いていったのって、え？え、ちょ、待て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 。え？
どういうこと？どういうこと？え？レンコじゃなかったっけ？いや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 。え？待て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 。何があった？僕が置いてかれた？そう。私じゃなくてレンコが。もうみんな元の世界にも帰っちゃったって、帰っちゃったって言ってて。そうなんだよな。あの時に私は言ったの。レンコを逃がしてください。私が代わりになるから。って。そして解放されてレンコはみんなに言ったのよ。絶対助けに行くからって。やばいやばいやばい。闇落ちしてやがる、やっぱり。お前だってそうだ、お前、小5の頃からずっとここに放置されて怒ってないわけがないじゃん。怒ってないわけがないよ。いや、誰だって怒るよ。やばい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 。ちょっと待って、レンコがやばい。俺ら、レンコと夢を置いて帰っちゃってたんだ。おい、最低だな、お前ら。お前ら最低だな。うん。早く遊園地に行こうって。どうしてって返したら。あれ？なんでだっけって言ってた。もうその時点で、わかったわかった。これ多分ね、ここのスプークアミューズメント出た時点でそこの記憶消えるんだ、これ。そういうことだ。だからそこの中にいた夢の存在そのものも、そのものの記憶も消えたわけだ。つまり夢はレンコをかばって自分だけ遊園地にとどまって、レンコは多分すぐ助けに行くって言ったんじゃない？うん。走る走る俺、絶対ここ来るからな、絶対ここ来るからな。どこだよ。待て待て待て、ここで死んだら、待て待て、ここで死んだら何が起きるか。そう、クソ長ったらしいイベントが待っている。え、あー、これか。なあ、ちょっと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 、あそこ死んじゃいけない場面じゃん、やっぱ。会話スキップさすがにあるよね。作者さん、さすがに会話スキップ機能。つけてないですね。ここはさすがにつけるべきだったと思うけどな。直前のセーブからめっちゃ間置くし。はい、なかったらしいんでカットです。多分、前行っても何もなかったから、ここおそらくね、下に戻るんだよね。もうワンダーボードになっとくか、これ。オッケー、やられてる。まずセーブね。レンコよりセーブね。申し訳ないけどレンコよりセーブね。はい、あー、よかった。やっぱり夢は怒ってたんだ。お前ら、この子に及んで何なんだよ、お前。怒ってたんだよ、済まされねえよ、マジで。お前、みんなどう思うよ、だってさ、ねえ。何年も、5年も、こんなところに放置されてさ、で、かたやこいつらはさ、ね、のうのうと生きて、ねえ、取り残された側、こんな不気味なところで、ずーっと過ごして、そればかりか記憶まで消されて、存在すら忘れ去られて、怒らない方がおかしいよな、こんな。最後のスタンプの場所というか、あれじゃない、スタンプ自体を本人が持ってるとか、そういうオチじゃないの。意外と平気だったっていう。え？レンコか？いいか、お前のせいじゃない。これはみんなでやってしまったことだ。だから自分だけ悪いとか言うな。大丈夫か、アキラ、将来なんか、ねえ、DV 夫とかなんない？大丈夫？おー、すごい。男女平等でいく。フェミから嫌われそう。
ネットにはびこる。ツイッターとかにいるフェミさんに嫌われそう。やばいよな。もう完全にボス戦か待ち構えてるっていうのが、なんか言葉が出てこない。わかるよな。おうよ。セーブするわ。行くぜ。そこの自販機で残ったメダルは。え？そこの自販機ってどこの自販機？え？自販機なくね？戻れねー。自販機なんてものはなかったんや。ちょっとここはね、せっかくだからさすがにライフを全員回復で、だってみんな考えても見てよ、こんだけなあ、ジュースおい27本もあるんだぞ、どうやって持ち歩いてんだよ。まあなんかこれはレンコじゃない、ミツルとリコを回復させよう。みんな全回復した状態で、もう完全な万全の状態でいこう。ミツルアイテム缶ジュースーで、ほいよー。アイテム回復リコ、オッケー、いいんじゃないの。お、上、右、上、左、下、待って、俺分かってるよ、これ分かってるよ。どうせね、これ伝えた瞬間お前ブチって体切れるんでしょ、分かってるよ。お前さすがに何度もそう騙されはしない。よし、オッケー。一応スマホでパシャっといた。さあ行こうか。上、右、上、左、下、右、左、下、上。人魚が立ってる。キャラクター誰にしよっか。まあ、なんかあんま使ってない印象があるんで、アキラにしとく。上行こう。右。大丈夫？これなんか、あれだよ、途中で倒れたら逆に行くとかっていうルールあったよね。右行った、上に行く。上に行く、次左、はい右に行く、次下、下右左、左右、下、で、上と思わせといて下。よーし、オッケー。これはね、一歩ずつちゃんと慎重に進んどきゃこの罠は引っかからない、さすがに。するわーん。メダルと缶ジュースを交換する犬？はい、犬。さっき自販機がどうのこうの言ってた割には自販機なかったしね。覚悟はできているか。覚悟はできているか。そんな、二度も聞かなくとも。覚悟はできている。ここはさすがに主人公で行こうか。難易度の変更。いいです。いいえ。あ、いいえって言ったらこれ死ぬな。この子死ぬな。まあ、じゃあもらっとこう。じゃあもらっとく。はい。あー、バグってる。バグってーら。ちょ、データ変えとこう。あ、乗った。行きましょう。はい。行くぞ。どうした？みつる、口元が黒くバグってるよ。
ちょ、これはさすがにごめんな、やっぱ最後の最後だからさ、ちょっと、バグに邪魔されたまま、なんか進むのって雰囲気ぶち壊したから、ちゃんとやろう。データ1の方でいいや。行こう。はい。でも最後だからな。さあ、無駄にだだっ広い部屋来ましたよ。ここで何が起きるのか、もう予想するならそんなに難しい話ではない。いいえ。夢、やっと追いついたぜ。いい加減正体表すんだな。何正体って、夢じゃないの、結局夢じゃないのこれ。もうなんでみんなそんな怖い顔してるの。の割には割と脳ダメに近かったけどな。倒れてただけでしょ、だって結局何やったのかよく分かってない。あなたは私たち許してくれたんじゃないの。別にそれも言ってないけどな。許すなんて一言も言ってないよな。言ってない、俺はちゃんと気づいてた。5年間もこんなところに居座らせておいて、そんなこと許すわけねえだろ。はい、正論。もう何も返す言葉がないよ。ど正論だよ。当たり前だよな。誰だって怒るわ。俺でも怒るわ。俺じゃなくても怒るわ。そうだよな。お前らにしちゃ他人事だもんな。謝れば許してもらえるとかそういう考えなんだろ。甘いんだよ。ふざけんなよお前ら。でも本当に忘れちまったんだよ。あ？こっからだ。ちょっとこれこれ全部夢が喋ってると思ってた。こっから出てると記憶がなくなっちゃうみたいなんだ。さっきまで俺らといたからわかるだろ。だからしょうがない。そう言いたいの。まあそんなことだろうと思ったさ。ここまで来る間にどんな言い訳をするかと思えば、覚えていませんか。ああ、切れちゃうよ。夢が辛かったのは私たちもみんなもう理解したの。もう誰も離れたくないって思ってる。だから一緒に帰ろう。元の世界に。あれれ？リコはそんなに聞き分けの悪い子だったっけ？私はお前らを許してないって言ってんだろ。私は、一人でここから出るんだよ。5年間の間にすごい自分勝手な人間になりましたね。お前らをここで消してな。まあでもこれに関してはもうほんとしょうがないよ。マジで怒るのも。まあもうこれ以上の問答は無意味だ。力と力、拳と拳で語り合おう。かっこいい。かっこいい。バトル漫画で出てきたら間違いなく強キャラのいでたちなんですけど。わー。やるしかないか。とりあえず攻撃役はミツルでしょ。有名。先手必勝。痛い。え、で、何これ。はっ。ちゃんと止まるようにできてやがる。ダメージは食らってない。よし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 。よし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 。ちょっと待って、攻撃パターンまず覚えよっか。攻撃パターンまず覚えよう。あー、ちょっとこれダメなやつだ。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 なんかね、ジュースなんかね、外れのジュースっていうのがあるらしくて、回復しないときあるんだよね。はっ。
クマちゃんに囲まれた瞬間メニュー開けば何の問題もない。出てくる出てくる、ワンダーモード、ワンダーモードなれない、ワンダーモードなれない。ワンダー回復。え、待って、ワンダー切れるんだけど、どういうこと。ワンダーモードが切れる。お、これ魔法陣意外と安全圏内だったりとかそういうわけでもない。これはかわせるな普通に。あー、ちょっと待って、マジかよ。減ってる減ってる。ちょっとワンダーモード回復させつつって感じかな。でもなんか攻撃パターン分かってきたわ。これも普通に避けられる。 85%。 ちょっと3つる1人でなんとかなるかな。危ね、ちょ今のぐらい見逃しや。食らってないんだよなこれ。攻撃通じない時とかあんのかな。ちょっと待って、攻撃与えられる隙っていうのがちょっとよく分かってない。外すよ。ジェスタインパクトはまあ歩いてりゃこうなるから。戻った、いくよ。待って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 、本当に分かんない。なんかね、ワンダーモード切れるんだよね、ワンダーモード切れるんだよね。どういうことだ。待って待って待って、パターンが分からん、パターンが分からん、マジで分からん。 100% なった。一瞬で切れる。効かない、いかない。聞かない。いや聞いてる、え、聞いてるな。これちょっとやばいな、これちょっとやばいな。え、これ無限ループっすか先輩、これ無限ループっすか、これ無限ループくせえな、これちょっとやばいな。どのタイミングで回復すればいいんだよこれ。なんで切れるの、なんで切れるの。待って待って、ミツル、なんで切れるの。ミツルのワンダーボード切れる原因がわかんねえ。これこの中にいれば OK みたいな。全然なことなかったわ。ちょっと待って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 、ダメだ、メニューガードが効かない。無敵だわこの技、この技無敵だわ。くそ、リコにしないとこの攻撃終わらないっていう、そういうあれか。ねえちょっと攻撃する暇ねえじゃん。ハズリ引いた。ちょっと待って待って待って、攻撃が全然入らない。どのタイミングならいいの。
入った入った、1ダメージ入った1ダメージ入ったけど、あのやばい攻撃はいって、まあまだいいや。なんですぐ切れるんだよ。なんかすぐ切れるときと切れないときの差がわからん。全然わかんない。そろそろ使うか。待って。このタイミング？今のタイミングだとオッケー？なんで切れるのだから。あ、やばい、これやばいやつ。これはね、リコじゃないとまずい。なんで？意味がわかんない。まあいいや。全体攻撃というか、絶対防御不可能なやつはリコにしないと防げない。そしてそのリコのバリアで防ぐタイミングっていうのもよくわかってない。で、一番不可解なのが、ミツル君のワンダーモードが一瞬で切らされる時があるんだよね。普通で、あのマナナンガル戦とかでもさ、一定時間ミツル君のそのワンダーモードって切れなかったじゃん。あ、なんかね、一瞬で切ってくるんだよね。それがよくわからない。で、あと他の攻撃はいつも通りメニュー表示でバリアはできる。けども、ちょっとよくわからない点が多すぎるな、これは。うん。ちなみに今時間大丈夫か？ちょっといい。一旦。よいしょ、19分。これ分割してから、ああそうだね、こんなもんか。いや、ちょっとじゃあ一旦切ろっか今回は。はい、ちょっと一旦落ち着きます。で、いろいろ対処法とか考えていきます。で、ちょっとね、かなり難しい戦闘になると思うんですけど、あまりぐだついてる場面はね、見せてもしょうがないと思うので、まあ次回ね、パパッとね、ゆめちゃん片付けてエンディング迎えたいなというふうに思います。あまりには不可解な点が多すぎるんで、いろいろ対策、はい、講じてきます。はい。